皆さんこんにちは、 ST48 大谷まりなです。あ、そうや、大谷まりなです。よろしくお願いします。今から今は全然人を集めようとかそういうのじゃなく、ただ単に勉強をちょっと教えてもらいたく来ました。こんにちはそうなんです。まさのりさんこんにちは。初見です。初見じゃない気がするのは私だけでしょうか。はいということで始めていきます。夏の補充学習数学2年生イエーイということで夏バージョンやっていきたいと思います。暑いよ、今日も暑いねということでキティちゃんを早速迎えて始めていきたいと思います。わからないところをねちょっとやってたんですけど、わからないところが何問かあったので答えてもらって、まあちょっと雑談しながら答えてもらってですね、今日はフォローとかするのもまあちょっと期待はあるんですけれども、そこまでね求めないものになっておりますので、よろしくお願いします。ぜひ頭のいい方集まってください。はい、ということで頭のいい、はい、ということでぜひ頭のいい方、カモンカモンカモン、ここのショールームということで初見です。ラフさんありがとうございます。ぜひねフォローとかも言いたいんですけど、別に今はねあれです、勉強なので熱中症に気をつけたいと思います。ちょっとね、まあ、あ、そうや、これじゃん、ちょっと待って、字が違う、嘘だ、ちょっと勉強配信しないといけないの忘れてた。あ、そうなんじゃ。じゃああ、そういうことか、自分の字が、勉強配信しよう。お勉強お勉強配信をしていきたいと思います。暑いね今日は、ということでちょっとエアコンつけてきますので少々お待ちください。本当に今日は勉強会みたいな感じで、それ面白さとか全然やらないので、ぜひそこら辺はお願いします。じゃあ13歳とか書いてこう、年齢わからんにはね、どんぐらいの頭がいるか。はい、ということで13歳の中2の勉強をやっていきたいと思います。エアコンつけるぞ。おー、よいしょ、エアコンつけましょう。ということでエアコンをつけてきました。イエーイ、よいしょ。こんにちは、こんにちは。僕は勉強を始めたいと思います。中2だと多分そうだと思う、いろいろな多項式だって、多項式があるらしいので、ぜひ皆さん一緒に解きましょう。暑いです、汗だくだくです、前髪が汗だくだく、ということで勉強しましょう皆さん。わからない問題が早速あるので答えてもらいたいです。ぜひ皆様に答えていただきましょう。じゃあまずちょっとわからない問題を書くので、ちょっとね本当にこれだけわかんないっていう問題を書きたいと思います。赤で書いた方がわかりやすいかな。第1問、 A プラス5括弧 A プラス D は、これわかんないの、これわかる数学は赤点です。ただいまちょっと勉強がわかんなくて
分かるやつだけ、分かるやつだけやんない、分かる、皆さんに分からないのだけちょっと教えてもらおうと思って、これちょっとね本当になんかね、これは分かんなかった、もう結構あります。昨日教えてもらったのにやり方忘れてしもた。分かるかな、 6B プラス5なんで分かるの、分からんすぎたらだ中2からやり直してください。口紅だけつけとこう、ね、最近口紅が必須なんですよ、口がないんですよ私、なんかつけないと本当に。乾燥も最近はないけど、私乾燥肌なので唇はどうかい。 A プラス5、あ、6A プラス 5B、 なんでだろう、先にカッコをつけるんだ、あ、カッコ、あ、 A プラス5にカッコをつけてプラスしたら、あ、 A プ、 A 5A プラス、なんで 6B なんだろう、これ B です、あ、これこれ B だ、これね6じゃない、これ B です、 BBB6 じゃないわこれ、 AB かってことは、答え合っても嘘、そう途中が評価されるん、なんてこっただよ、6じゃないのこれ、6じゃない、6じゃない、そういうことか。こんにちは、こんにちは、ちょっと待って、もう分からん、これこれなんかよう分からん、よう分からん、こうなって問題に、これ問題に書いちゃいけん、元の答えを、あ、元の答えじゃない、元の問題を書きます。これ B ですね、最後のは B です、これこの答え、答えより大事な、そうそう、そんなことねえか、分かんないの、これどうなんだろう、答えをさ、ハサミあった、ハサミをキーボードがあればいい、キーボードじゃないわ、よいしょ、カッコ、カッコを先につける、どっちにで、これはどっちにカッコをつければいいんだろう、掛け算かな、掛け算はないの、これ D、 いろんな答えがあるわ、でもこれ前に A があるんよ、 6A プラス5、これね6じゃないんよ、皆さん6じゃないの、あ、そういうことか、 A が2つあって6ってことか、カッコを外す、カッコを外す、どうやって外すんだっけ、いろいろね疑問なんですよ私、これ忘れてしもって、 6B プラス5だって、 6B プラス 5? え、 6B プラス 5? 5だったっけ、5ですか、皆さん答えは D だね、え、え、え、そうですかね、後悔、皆さんちょっとようわからないんだけど、どうすればいい、違う、多分ミスった、オッケーオッケー、 6A だね、ちょっとようわからない、この説明がわからんわ、こうなるのがようわからん、あれ若いのがどっか行ったぞ、若いのよ出てこい、嘘だ、ね、どっか行った、なんでだ、ね、よくなくなるよね自分のとこ、なんでだろう、物がなくなります、よく赤ペンがなくなりました、早速よいしょ、なんでじゃろうね、いつもなくなるん、最悪だ、今あったのに、分からんわ、
それあれですね。あれ、シャーペンまでどっか行ったべ。どこ、え、どこいたん自分。答えよりそっちの方が、あ、シャーペンあった、よかった。みんなコメント正しい答え書きましょう。わかんないのね、どうなんだろうね。じゃあ6、とりあえず 6A プラス B なんだね多分。とりあえずとりあえず答えが 6A プラス B で合ってますか。ここから説明をね、 6A プラス 5B か、あ、5B プラス 6B か、間違えた。え？ 6A 逆でした。いや、取った、逆じゃない。先生見てたら綺麗。先生は見てないと思う、大丈夫。正解。これはね、どうやって解くかわからんのよ。さっきの紙どこ行った、さっきの紙出てこい、あった。このね、これをどうやって解くかわからんのよ、私は。手が震えるぞ。どうやって解くんだろう。 6A プラス 5B にするには、違う、どうやってかかれば、いや、なんかね、何を読めばいいんかちょっとようわからんの、これコメント。え、なんでだろうか。カッコを外す、カッコ外し、カッコどうやって外すんかいね、カッコは。あ、そもそも普通にこれ外すんか。え、なんで6、展開する、A と B をそれぞれにかける、そういうこと。それ答え見ればいいんだね。一回答え見てみよう。で、そこから答え見てから、あ、こうやってやるんだねって見るわ。これは何枚だい、なんか、うわ、バカだ私、英語の答え持ってきてやがる、どうしよう。よいしょ、大丈夫だった。2階にはこれもありました、数学。とりあえず答えはね、 6A プラス 5B なんですよ。いや、長いぞこれ。じゃあ分からん問題はね、分からんのよ本当に。他の問題はスラスラ言っとんだけど、 A を、あ、じゃけんあれか、5をかけるのか、5をかけるってこと、5をかけるの、5をかけるってことかな、これはやっぱり。え、5をかける、5を、え、5、この5を2つにかけてってこと。いや、これが分からんのよ、このこれが、これ1個だったらさ全然わかるよ、これ5かけて、あ、こうやなってわかるけど、これがプラスされたらね、あ、これを両方かけるんね、そういうことか。じゃあ5A5B になるんか。で、 5A5B になったら次に、なんかもう答えにいってる、 6A5B したら、で、 A をその 5A にプラスしたら 6A6A になるんだ。で、5B は 5B
こうかけたけん語尾になるんか。そういうことね。わかりました、ありがとう。理解した、ようやく理解した。よっしゃ、次の問題いくぜ。みんな、4x-7 かっこ x-2y はこれです。 4x-7 かっこ x-2y はということで、これです。疲れた、そう、もう疲れてきた。なんかね、コメントをどれはしちゃうと、ちょっと答えを、じゃけ答えを書けばいいよね。答えを書いてどうなるかね、これは。どうなるか分かれば、だいたい書けるけん。答えは、-3x+14 らしいです。で、これをね、どうやってこうなったか。どうなんだろうね。これもまたあれ ?7×x にすればいいの -7x-14y で合ってる？ 14y で 7x-x やけん。あ、わかった、ありがとう、わかりました。皆さん、ちょっと皆さんごめんね、本当に一問だけでも疲れてしもた、ごめんごめん。ちょっともうわかったかもしれん、これこの問題、ちょっとこの問題ね、わかってきたわね、そういうことか。一緒だね、一緒の問題だよ、大体。オッケー、分かった、分かった、これで。他のも、あ、他の問題、あともう一個ある。もう一個だけちょっと分かんないのがあるんでね、そこだけやって。難しいの？やればできるか、ありがとう。そういうことね、同じなんだね、これ。分かった、分かった。なんか学校の先生に習ったとなんか違うんだよな。なんかめっちゃ新鮮感がある。で、5D で、プラス A になって、で 6A でプラス 5B でしょ。次こっちはマイナス 7X プラス 14Y でマイナス 7X とプラス 4X を計算して 3X になって、でプラス 14X があるけん、そうか、プラマイナス2もマイナス2y、マイナス 2y で、で合ってるよ、 3x までいけたよ、でプラス 14y か。 OK、 分かりました、ありがとうありがとう。違う、分かった、違う、多分ね、解き方結構あるけんだと思う、解き方結構あるけん、違う教え方してもらっとるよ多分。勉強ができるキャラになった、ありがとう、嬉しい。負けから、負けだから変わったわ諦めた。はい、わかりました。で次の問題ちょっといって、これで最後、これで最後じゃけん、次からちょっとあれにするわ。予想外に結構ちょっといけたの、もうちょっとかかるかなって思ったんですけど、はい、いけたので次の問題いきたいと思います。さあ、ペンよ、出てこい、なくなるんじゃないペンたちよ、ペンタッチ。はい、ということで次の問題いきます。次の問題は分数なんですよね、分数の問題だから、私結構分数の問題が苦手で、4分の 3x プラス y マイナス引く 2分の x 引く y です。これ分数、とりあえず洋服買いありやると、可愛いだけじゃなかった、嘘なくなった、嘘、こうなの、これがあんまりわかんない、これね、あの下はあれでしょ、あ、そうか、コメント送ってんか、あれでしょ多分、これわかんない、2人が4で合わせるんでしょ、この下を合わせてからがわかんないの、私答え見るか、とりあえず答え見て、さあ、なんだ、どれだ、ありました、-4x+3y らしい、これらしいよ、むずすぎ、みんな頑張ってみんな頑張って、
まず合わせてみて OK です。まず合わせたらこれで最後の問題ですね。皆さん頑張ってください。お前でも頑張るけど、はい。この問題はねいまいちよくわかんないんですよね。実験あるよね。あ、実験ちょっと待って、分かるとこまで書くわ。これ分かるところまで書きます。 3x プラス7プラスにして2が4で4でしょ。で 2x マイナス 2x プラス 2y で、ここまで分かるんですよ私。ここまで分かるんですけど、ここから先が分かんない。え、どうすんのってなります。これあれか、ちょっと待って、分かってきたかもしれん。あ、何かなってきた。あ、分かったかもしれん。ちょっと待ったよ。4で 3x で、これ普通の問題か。ここから 2x、ちょっとごめんね、なんか意味不明と思うけど。で 3x マイナス 2x プラス y プラス 2y で4で、 3x マイナス2は x で、プラス y プラス y プラスプラス y プラス 2y はプラス 3y でしょ。でその字4分の足したらこうなるんだ。分かった。よっしゃ、あった。しゃあ、ということでできました。皆さんできた、できたよ。みんなありがとう。これでできました。問題分かりました、ありがとう。自分ちょっと分からなかったんだけど、ごめんね。よかったよかった、わかりました。100点ありがとう。レベルアップした。大谷まりなはレベルアップしました。ディッディディー。ということで熱いですね。ちょっと書いておきましょうこの答えを。 x プラス 3y4 ということでできました。大谷まりなは進化しました。はい、 OK です。てってれー、ご褒美ちょうだい。褒美ウィンク、カチ。すぐ忘れんわ。大人びてるの、ありがとう。ということで勉強できました皆さん。確かに観覧車中学それ分かる人多すぎ。あ、お腹鳴った。できた、ルリナさんに似てるって。私ちょっと分からないけど似てるらしい。やった、こんにちは。ラーメンマンさんこんにちは。問題作るの呼び方さえ、そうできる子だできる。家庭教師が1200人もいる。いやーすごいな、1200体制でこう見てくれてる、ありがとう。後ろのピアノ弾ける？弾けるよ。開けたら上のものが、クラウドのポテトでやって、何それあ、トゥルトゥトゥトゥか。わかんないトゥ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 ができない。
夜に続きそう。そう、本当？一緒みんなありがとう。嬉しいね。フォローぜひお願いします。タケノコピアノ、タケノコピアノだ。今の入り口の音157センチです。どんなだったっけ。ファミマミマミーマ、ファミマミマーか。ファミファミ、わかんないわかんないわかんない。絶対音感持ってないもん見てないもん私え、嘘、そうじゃなかったっけ。ファミマミマミーマ、ファミマミマじゃないの、あれ。てってれー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 、なんじゃろこれ。ホテイトの曲わかんないもん。そんなに弾けないよできないよ私。絶対音感とかないから。ピアノとかやってなかったから一度もやった、一度はやったことあるけどないよ全然。扇風機、エアコンです。てっててー唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今の歌詞なんだ、どうなんだろうね。ファミマミマミマ、ファミマミマ。星野みなみさんに似てるね。わかんないの私、言われてもわかんない、全部わかんない。キティちゃんの扇風機、キティちゃんの扇風機あるよこれか。でもどうだろう、電池がもないかも。あった、風がなびいております。光がよきよきルル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 。葵ちゃんピアノうまいよ。よっしゃ、重視できましたね。待って、あと問題1個やってもらえればやるんですけど、やってもらえれば、解いていいよって方はいれば。今でき、今あと1問ちょっとわからないもんが、問題が 発言やないわ来たので、ぜひねやれれる方は。いいですか、数学です。よっしゃ行くぞー、おー、ということで始めていきます。問題、最終問題。歌声きれい、ありがとうそうだ、1400人の頭脳でみんな算数を解こう。さあ行くぞ。6、2a マイナス3分の 1b カッコ閉じるマイナス4カッコ 3x4 プラス2分の 1d カッコカッコ閉じる。はい、これは何でしょう、これは何でしょうか。これ先生の真似、あの社会の、これは何ですか。あゆなさんお久しぶり。これは何でしょうか。ごっついのが来た、長いでしょ。ちょっと待って待って、答えちょっと先書くわ。答え書くのでちょっとこれ見ててください。ここかな、ちょっと待って、よいしょ。もうこれ答え見て、その間だけ、もう無理、もう無理なの解くのめんどい。あーそっか、まあね、めんどいよねこういうのは。でもこれが最後の問題なんだ。答えはこれなんです、マイナス4。はい、ということでうーん、はい、ということでね、これが答えらしいんですけど、どうなんでしょうね、なりますか皆さん。これがこれに、ちょっと自分の分かるところまで書きます。自分が予想するには、そうね、この、あの6を6に 12a でマイナス3で6で d でかっこで3 12で a で
プラスマイナスになる、マイナス4で D、 こうなんですよ、こう、多分こう、こうで、こっからね分けるんだろうか、ここはもう6が消えて、これちょっとマイナス4、マイナス、マイナスです。これこっからカッコ外して、外して、でもこれ何分のとかあるんよ、ここから外してどうするんかいね、外してここ揃えるんか、え、こっから約分しよう、約分しよう、3、1が3、3、2が6、ということで2ですね、ここ2だ、2になりました。2に進化、 2D に進化、マイナス 2D に、はい、え、これ正解じゃないでしょ、正解はマイナス 4D だもん。初見です、初見です、それなさんありがとう、こんにちは、エステホテトの大谷まやです。過去いらないよね、確かに過去いられないね、いらないね、よしよ、ちょっともう書くものがなくなっちまった、ちょっとしか持ってきてなかったの、ここに書こう、過去いらないか、約分しなくていいのかな、やっぱり、ちょっとまあでもちょっと前入らないので約分して、マイナス 12a マイナス2分の 4d こうなりました、とりあえず、とりあえずこうなった、これがね、あ、これも約分できるんか、そっか、これも約分できるんだ、で 2d で、あ、わかった皆さん、約分できます、約分したらいいんだったね、そうなのか、オッケーオッケー、やぶ、約分忘れてたんだった、ありがとう、わかりました皆さん、パチ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 、ありがとう、よくわかりました、約分しなかった自分が悪い、はい、ということで約分だ、ありがとうございます皆さん、皆様1644人の子、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ、とりあえずマイナス4D と、書いておきましょう、すぐ忘れんわ、できるわ、できた、できたよ、できたよ、みんなできました、よっしゃ、勉強から解放だね、怒られた方がいいと、天才がおるぞ勉強、じゃあチェアの、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 待って待って待って、誤解しないで、この後の問題は全部できてるから大丈夫、この後の問題は全部できてるからそうです、親戚には怒れない、同じような問題なの、そうですね、同じ、同じですね、多分変換間違いしてますね、変換間違いしてますねごめんね、謝る、ごめんなさい、プラスだったっけ、あれマイナスじゃなかったっけ、あ、マイナスだよ、マイナスだ、答えが分かればいいでない、そうだよ、いいでないよ、いいでないんだ、ということで途中の式をやって終わります、終わりました、ティッテリ終わりました、ようやく終わったよ、まあまあ、数学のやつは終わってないんですけど、花より団子ですが、花、同じような、そうだね、同じような、数学ごめん、いいよいいよいいよ、そうやね、やっていこうかな、まだ続きも、でもあれなんよね、続きやったらあれよ、面白くないよね多分、皆さんって言っても、これが分かればよかったけん、12時までやってとりあえず終わって6時からまたやります、本当はね6時にやる予定だったんだけどね、そうなんよ、6時からやろうって思ってて、初見です、ありがとうございます、何さんだろう、花さんありがとうございます、面白いよ本当、12時にでも終わります、その間に1000人いたらいいね、2000人いくかな、打ち間違いごめん、いいですいいです、さきちさん、初見です、ありがとうございます、シティホテト大谷マリアと申します、よろしくお願いします、わからない問題があれば皆さんにまた聞きますので
よろしくお願いします。これ腰につけんねえけん買ったのと、これです。本当にメイドさんっぽいよね。これね、なんかお店の人が言うには、この衣装っていうか、この服はね、なんだっけ、縫い物屋さんっていうか衣装屋さん、衣装屋さん、縫い物屋さんのこうモチーフにした服になっているそうです。なのでこことかにね、ボタンとかここにね、このメジャーが入ってて、めっちゃすごいいいなって思って、学生時代が懐かしい。そうなのか、アリエン初見です。あ、初見さんありがとう。え違った、なんか文だけ読んどった、違った。理科は大丈夫です。理科は覚えないといけないやつだから、ちょっとできてないかな。 AKB のデザイン欲しいですね。暑いや、今日も暑いね。やっぱり宿題でもどうしようかな、しようかな。宿題配信で書いてるし、1問だけやってなんか雑談しようか。そうだね、1問だけちょっと真剣にやりたいと思います。これあれだって、 X は X イコール2分の1、 Y はマイナス5分の1の時、次の式の値を求めなさいっていうやつでした。書いていきます。5分の1、まんじってどういう意味なの。よーやっちゃいな、よーやっちゃうよー。チャイムなりましたか。もうちょっとランゼさんに服装ちょっと似てる、キャラが似てる。本当わかんないけど、ありがとうございます。マリーナヤッホー、キョウくんヤッホー。長袖は暑いよ、そうだ ね。中学校の理科って何なのってなるよね。珍しく勉強ですよ。まんじって何なの。なんかね、よくまんじと、そうまじまんじとか言うじゃないですか皆さん。あの意味が分かんなくてね、何を言っているのか私には理解不能なんですよ。まじまんじって何がまじまんじなんだろうって思って。メダカの観察メダカの観察ね、でも前した、結構前にした、前にしたわ。で次にマイナス、どっちにかけるんだこれは。 X だからこっちか、9プラス6に Y をかけて、はい、もうちょっとでできちゃいますせ。これちょっと分からん可能性高いな。自分分かんない。今来たよ、ありがとうございます。何なのかな、できてる感じ。あ、そういうことか。じゃあまじまんじ今まんじ、意味がないのか、意味がないってこと。代入するなら、はい、あ、それ分かったんですけど、ありえ、これはもうちょっと答え見るしかない。答え見てちょっともう一回やってみます。答え見てもう一回やってみます。なんで何分の1とかなんて言うんだろうか。あ、そうやね。え、まだ意味が分かんないのがあった。なんで6なんだ、わからんやつがあった。まあ、ちょっとすごいって意味かも。あ、そうなんだ。ずるずるくないわ。わからんまま思ったらわからんわ。こんにちはマリー、こんにちはみんな。答え見てって、え、答え見るよみんな。答え見ないの。わからんかったら見るでしょみんな。わからんかったらわからんままじゃん。じゃあこれで答え見てもう一回やるよ、もう一回ね、わかる。めっちゃこうなんかうざいマックス、うざさマックスです。今のは自分でもね多分うざっていう、もううざって思う。問題見せて、大きいです。書かんといけんわ、自分のやつの裏に書いていけんかな。書くものないかな。カエルがあった、
よく言ったね。答えは一回見ないと分かんない、分かんないままだと分かんないから。そうなんです。答えだけ、答え暗記せ、暗記はしないよ。答えを暗記したら問題それ出るか分かんない。はい、じゃあ問題を出します。こっちか、こっちをね。3x-y-9x+6y に、これを1/2y は -5/1 を代入します。こう、これが代入。ちょっと字汚くてごめんそう、答え、え、まだ代入しちゃダメなの？ここからも私代入しようと思ってた。解いてから、解いてから代入なんだ。そうなんだね。私代入してからやってたよ。あれ？教え方が結構違うのかな？多分。答えはそれでも合ってたんですけど。しょ。あ、ちょっとだけ。OK です。水田、水田、いきなり代入しないの？あ、どっちでもできるのか。あ、そうなんだ。先に代入するとめんどくさいんだね。なんかこの配信で私あれだ、みんなと違う解き方していることになるわ多分。じゃあやります。先に代入せずに 3x-9x-x、 あ、じゃあ -y、+6y をして、こっから代入、こっから代入、こっちから。そうなんだね、ぐっちゃになるんだね。ここから代入ですか、もしや。代入は最後なんだね。これで OK？ まだまだまだやるの？あ、そういうことか。はいはい、分かった分かった。これを計算するんだね。はいはい。-3x。めっちゃ最後にやるのね。本当に最後にやるんだ。で、+5y。で、こっから代入でしょ、さすがにもう。これで最終、最終でしょ、もう。え、最終確認でしょ、もう。最終でしょ、みんな。皆さん、最終？から代入だね。よかった。じゃってことは、-3x に、-3x に、-3x に、1/2をかける。ってことは、-2/3x と、-5だ、これ。もう5分のって書いてた。5分の y。ということで、ちょっとまあ、間違えた、間違えた。x と y を消して、こうだろう、みんな。あれ、これ違う。待って、違うよ。どういうこと？なんか事故が起こったよ。なんか違うぞ。あれみんな頭痛くなってきてる。あれ、こういうこと？あれ、ちょっとこれ、語彙変になってた。あ、-3x が違うの？え、 3x が違うのか。-6x か。え、答えが -4 なんだよ、これ。ひしーしー、不定教師し直して、え、これなんですよ。でね、私は、あ、こっちじゃない、こっちは見せればいい。これでこうしたんよ。ここから代入した、マイナ。え、ここから代入して、
こした。あ、これが代入なんよ。これを代入せんにゃいけん。計算ミスか。マイナス 6x。 そうなのか。あ、分かった分かった。前いらないんだこっち。 Y はもう消した。 Y は消されたから、次にマイナス 6x？ はあ、はいはいはい、あ、そっか、 OK です、ありがとうございます。終わります、これで勉強。そう、勉強はこれで終わります。そういうことか。ありがとう、みんな。ようやくなんか解けた気がした。ちょっと自分、え、 Y もいるよ。 Y は多分ないよ。え、こっちでも多分 Y ない。そういうことか。疲れちまった。そうなんだね、計算問題ね、難しいね。自分があれバカなだけか。そうだよ、もう本当に頑張ろうね。よし、じゃあここで勉強は終わり。皆さんちょっと勉強のことは書かないということで、雑談。13歳の雑談です。書いてないで分かったわ。 OK OK、よし、雑談します。勉強終わり、休もう。そうやね、終わってからやるわ。もう一回ヒットポイントが1になった。そうだよ、増えた1。なんか飲んだ、ちょっとね、飲み物を下に置き忘れた。とで、頭使った気がする。使ったけど学校は楽しい。学校は今ないぞ。今はないぞ学校。学校は今なくて、多分レッスンの方があるぞ。夏休みの宿題どのくらい、夏休みの宿題数学と英語はね、ちょっと最後に置いておこうって思って、そう置いて、その他はちょっともうちょっとで終わりそうって感じですね。あー、感想画とか書かなきゃいけん。本読まないと。ちょっと下町、ちょっと待って、そうだね、提供師2000人持ったんか、すごいね。そうだね、その辺の式は大人になってか。そうだよ、大体でもつかないよね。つかないよね。そうだ、知恵袋みたいに。知恵袋、ヤフーのヤホー、あ、ヤホータイマー使って。あ、そうやね、確かに。テレビでない？テレビでない？わかん。レッスン、歌とダンスどっちが好き？その質問来る？その質問来る。でもね、ボイスの方が少ないんですよ。だから何とも言えない。少ないから何とも言えない。同じ比率だったら何とか言えるけど。レッスン楽しい？どっちが楽しいかって言われると、どうなんだろうね。なんか何回もあるからダンスって言っちゃうのかな。それともなんか特別感があって歌って言っちゃうのかな、わかんない。13歳ですよ、どうなんだろうね、わかんないや。歌姫オリーナ、歌姫じゃないよ。誰も100受け取る。春さん、ありがとう。あ、ぜひフォローよろしくお願いします。ここから宣伝です。どうぞ、ごフォロー、ありがとうございます、頑張ります。ナポイ、ありがとう。あ、待って、お昼ご飯食べてないわ。そういえば、そういえば食べてなかったわ。リスニング、あのね、お姉ちゃんがね、頭いいんですよ。そのエアコンつけてるけん、もうここから今暑いって言っても無理だ。なんか歌って、何歌おうかな、何歌おう。
人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限り、ただ進むだけ。その距離を競うより、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日、トゥルルル。なんかちょっと音程いろいろと外れとった今。いえ、しかも音量下げました。音量下げてしまった。音量下げてね、みんな歌う時になったら下げてください。お姉ちゃん頭いいのね。次フライングゲット系です。じゃあ音量ちょっと2個3個下げて。あれ iPad がどっか行ったの。下か、下だね多分。いきます。いい、2、3個下げた。みんなでも今日鼻詰まってる。はい、いきます。はい。ギラギラ容赦ない太陽が、つびで照りつけるオンザビーチ。うぬぼれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の坂だね。二人目が合えばなぜかそらすのに、僕をまたすぐ見る君って。低いかこれ。もしかしてもしかして、フライゲート、僕は一先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライゲート、何か言われる前に心打ちビビーと感じままに、好きだからラブフライ、最後の高音がちょっと戸惑った。おい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 、歌詞間違えた。ふう、なんか最近下手になってきた。35度、にゃーにゃーにゃー。音楽の宿題じゃない、違う。最近本当に下手になってきた。どうしよう。本当に下手になってきた。どうしよう。さかに見てる。ありがとう。下手なの。なんか最近普通に下手になってきた。普通に音程外れるし下手になってきた。暑くて溶けそう。私はねエアコンつけてるからね、溶けそうではないよ。大丈夫。テンポ大事だね。ちょっと伸ばしすぎない？癖なのかな、わかんない。あ、メトロノーム持ってくればいいんだよ、そういう時は。メトロノーム。ピアノで弾きながら、あ、ピアノでメトロノームしてもらう。あ、メトロノームあるかも、もしかして。これあった気がする。あ、ちょっと待って、ちょっと上の荷物のけます。さあ退散してくれ、みんな。メトロノームっていうのあった気がする。これあったっけ。あった。ギラギラ容赦ない太陽が、強火で照りつけるオンザビーチ。うぬぼれ急上昇、落ち着かないのは真夏の坂だね。二人目が合えばなぜかそらすのに、僕をまたすぐ見る君って。してもしかして、
最近と僕は一先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライケと僕は何僕をちびびと感じままに好きだから、たったラブフルゲーム、たた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 トゥトゥトゥ、音程違う。トゥトゥティトゥトゥトゥティトゥトゥトゥティトゥトゥトゥ、ダダ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 ダ、歌詞覚えるわ。唇に触れたのは柔らかなダイダイヤモンド、今まで君が、ナナさんおはようございます。鼻詰まっとんな自分。ちょっととりあえずメトロノーム消します。曲してない、なんかよう分からんけど。メトロノーム眠くなる。唇触れたの柔らかなダイヤモンド、今まで君が、カーディガンとかよく着るの？着ないよ。さすがにこの暑い格好してないもん、夏に普通してないよ。もうできたもの、どうすればいいの、僕はただ腕の中に、確かにご飯食べないと、飴だけだ、動けないよ12秒。じゃあ10分だけちょっと延長します。なんか配信らしいことできてないき、エアコンつけて鼻詰まってきた。どうなんじゃろうか。2000人の方が、3000人の方来てくれればいいな。奈々ちゃんとお話しする？奈々ちゃんとね、どうだろう、話するするっていうか、私人見知りなのね。楽しい、ありがとう。サイリウムの上の赤と青です。赤と青がいいなと思ってて、今日も解析ありがとう。これはこれでいいと思う。そうか、最高かよ、ありがとう。最高かよ。お腹減ったぞな、お腹減ったぞな、お腹減ったぞな。ぜひよ、ありがとう。いえいえ、お菓子、お菓子何やこりゃ、わかんない、欲しいになってます。ありがとうございます。いえいえ、うん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 、お菓子作りしないよ、最近してない。なんか前はそういうのにこう目覚めてきてたけど、途中でなんかしなくなったの。わかんないわ、本当に。女子力なんかあげるものないかな、女子力あげるもの。わかるかな、女子力あげる。女子力といえば、まあまあ、頑張ろう。女子力アップ頑張ります。朝ごはん食べない。私、朝ごはん食べたよ。この服でいいかな、なんかもうなんか着替えるのがめんどくさくなってきちゃった。本当夏休み、サクマリンの配信ありがとう。テゲアニメとか見るよ、見るよ。リヴァイ兵長、待って、あった、あったあった、よかったよかった。頭がなくなったかなと思った。頭が小さすぎてびっくりした。リン、進撃の巨人です。やばいやばい、立体起動装置が。食
べる、女子力食べるのか。歌い始めの声が、今日私、今日鼻詰まりとね、声が出てたの、あんまり。シュッ、シュッ、シュッ。これね、メンバーのね、コウコちゃんが買ってくれたというか、ガチャで、兵長で、リヴァイ兵長。兵長です。タラちゃん髪型の、タラちゃん髪型の、兵長、ここ置いとこう。あとね、ついはここ、ついは、あとね、これ知っとる？僕のヒーローアカデミア、スイーツ作りとか、ああするのか。あ、でもヌーノとかは好きなんやまいな。知らんわ。廃棄の話題振るなよ、止まらないの。そうだよ、廃棄の話題やったらね、止まらない本当に。お、アカデミア、あ、わかるのかな、こっちの方がわかるのかな。え、嘘だわ。こっちの方がわかる、みんな。おうち、今アニメ見るのと、あのダンスと歌が楽しみ。8話くらいまで行った、ありがとう。お前の一気に見るぞ。でも私の場合ね、一気に20話ぐらい、あ、10話ぐらい見るから、どっちもわかる、嬉しい。これね、あのこういうカードがあるんですけど、くじというか、なんというか、あのなんだ、うん、よくあるじゃないですか、カードのあれ3枚ねついてたんですけど、ついてるんですけど、これね23枚ぐらいあって、あとねもうちょっとです、もうちょっと。あ、今私何個買ったんだろう。8話くらい寝落ちした。あー、寝落ちね、よくあるよ私も。あ、よくはない、寝落ち、アニメ見て寝落ちはないんだ。寝落ちすることはあんまりない。うん、そう、録画はね CM 飛ばせるのでいいですよね。そうなの、録画って CM って大変だよね。漫画読んでるんだ。私もなんかジャンプ買いたいな。ハイキューとか好きだし、読みたいです。マガジンはちょっと買わないけど、進撃の巨人があるんですけど、もうすぐ3000人だ、本当だ。初見です、はじめまして、初見です、ありがとう。ぜひね、フォローの方もよろしくお願いします。ポイントカードも、ポイントカードは持ってない。少しわかる、少しわかるの。あ、初見です、初見さんが来た。ん、あ、いや、初見さん、あれ、なかったっけ。最近ね、配給もね、最近は見てないですね。アニメは最近見てないんです。そういえば、そう、見てないの。最近銀魂ね見ました、ちょっと面白かった。いや、やっぱギャグいいですよね。いや、でもなんか銀魂って最初はなんか低評価みたいだったらしく、そう、でもね、それから銀魂人気出てきたのは本当にすごいなって思って。で、配給は女子ファンが多いんですよ、確かに。それはもう、なんか、それはすごく思う。なんで、お腹鳴ってきた。お腹鳴ってきた。なんかね、それはもう、なんか、配給でね、ジャンプじゃけん女子男子ファンも多いですね。初見です、あかやんさん、ありがとうございます。あ、ぜひねフォローの方もよろしくお願いします。いや、それ銀魂のあれってどうだったんかね、実写化面白かった。そう、バレエのアニメです。スナパパ T シャツが広がる、嘘だ、すごいいいな。今もそうだよね、そうですね、はっきりと違うんだよ、鼻詰まりでちょっとね無理なんです今、はっきり喋るのが。エヴァって映画、実写化はしないでほしいな。でもアニメで映画してほしい、どっちかというと。銀魂のギャグ、そう、あのね、日常っていうアニメもすごい好きなの。3000人突破、イエーイ。じゃあちょっとここらで終わろうかな、ちょっと10分なので。あとお腹も空いたし、鼻詰まりも辛いから、はい。じゃあ終わりたいと思います。じゃあ皆さん、バイバイ、 See you。 皆さん本当にたくさんのコメント、たくさんの星、本当にありがとうございました。ぜひね、フォローまだしてないよって方はフォローよろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。See you。 バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。しっかり食べます。バイバイ。